吉野さん、なんかねその稼げるようになったら生活水準が上がってでその生活水準が下げられなくなるっていうふうに言うじゃないですかでまあ私はね稼げるようになってもそんなバカなことにはならないぞと思ってたんですよでタバコもしないしお酒も飲まないしキャバクラに行くこともなくなったしギャンブル博打行くこともなくなったし人間関係を絶ってねあんまりこの。 遊ばないいっていうかねたんとパタリと人間関係なくなりましたからねこの5年だから良かったなと思ったんですけどもなのになんか知んないけど全体の消費金額って上がってるんですよおかしいなと <laughs> まあ一番はこうやって座りながらねいろんなあの情報を取ってますんで何かがあったらね買っちゃうんですよ例えばねこれ小さいものですけども4000円ぐらいするこれスマホの マイクなんですよスマホに挿してここにピンマイクつけてリモートでやるやつなんですけどもこれをねやってると撮影がしやすいんですけどもある時落としちゃったんですよそしたら壊れてなんかね音があんまり取れなくなっちゃったんでこれさっき注文しました新たにあとワイヤレスイヤホンも結局 10, 10個ぐらい買い替えてねこれにたどり着いたんですよでワイヤレスイヤホンつけるともう毎日使ってるんで 調子悪くくななるるとまた新ししいのが欲しくなるんですよねで古いのはどんどん捨てるみたいな感じであと何ですかねあのついつい使いますねまあこのぐらいみたいな感じでまあまとめるとねあの月収20万には20万を分取るようにその社会マーケットってのができていて月収50万になると50万全部を分取るように マネーゲームのマーケットっていうのが私たちを待ち構えていて月収100万になると月収100万用のですねマーケットっていうのがあるんですよでこれが月収1000万だろうがいくらだろうが同じで金持ち相手の商売っていうのがあるわけですよねで私がまだねあの月収が20万も稼げなかった頃っていうのはあの何20万円以下で込み込みで買える中古車みたいなのページとかをよく見てたんですよでそこで買うわけなんですけども あるんですよねそういうマーケットが今でもあるんじゃないですかなんかコミコミ10万以下みたいな軽自動車とか、うん、でまあある程度年収が上がってみると収入所得が上がってみるとねどこからともなくまあ私の場合は自分の給料は安いんで法人の方の売り上げになるんですけどもその法人に対してね一番驚いたのがマセラティから来ましたよ マセラティから来てね、1台3000万ぐらいするスポーツカーでしょ、あれ。で、招待が来たんで、インビテーションが来たんで、行くじゃないですか。当時のオンボロのセルシオで,で。行ったはいいんだけども、まあ、マセラティの話なんてしてくんないですよね。私が乗り付けたセルシオでもう足元見られたんでしょうね。いらっしゃいませの後で、もう車を見に行きましょうみたいな話しないんですよ。どうして来られたんですかとか。あ招待状いただいたんです、あ、そうなんですか またこれからもごひいきにお願いしますみたいな感じで、まあ、その門前払いですよね、うん、まあ正しい対応ですよで向こうの方ではマダムがね新車の契約してるんですよ赤いやつを畜生みたいなもましね、まあ、それから数年経ってお一昨年だったかなあのレクサスからインビテーション来ましたよねそしたらもう見積もりとか市場とかどんどん話し進みましたねうんだから マーケットが待ってるんですよね、そういうふうにね。か、う、も、ん、られちゃいますよ。いってらっしゃい。